西暦2026年 VRMMO アルブヘイムオンライン。加速と仮想、二つの世界が融合するこの世界で、この夏俺たちの新たな冒険が幕を開ける。ダウンロードコンテンツ、異世界からの漂流者が追加、初プレイアブルキャラクターも参戦。キリト、君と一緒ならどこまででも行けそうだよ。聖号騎士アリス・シンセシス30、いざ尋常に参る。このオベイロン様のもとにひざまずけ、低俗なる妖精たちよ。さらに各キャラクターにはサイドエピソードも実装されている。私は聖号騎士の一人として、あなた方を一人残らず駆逐してみせる。さあティターニア、再会を祝そうではないか。ようやく見つけたよ。一緒にあの空間に引きずり込まれたから絶対にこの辺にいると思ってたんだ。無限変遷の迷宮区では、ランダムで形成される無限ダンジョン攻略に挑め、それぞれの個性を生かした攻撃を繰り広げろ。フィールド内に隠されたエニグマを解くことでレアアイテムが手に入る。なかなか手強そうな奴もいるじゃないか。よし、全力で行くぞ。そして最大16人での協力マルチプレイも対応、初心者にも安心だな。新規に実装されたクエストでは、敵味方入り乱れ、ボスを狩り合う超乱打戦が繰り広げられる。相手を牽制しつつ、ダンジョンボス攻略を目指せ。いいぞアスナ、一気に打ち込め。手に入れた素材でレベルの上限を超えた武器を生成できる。バトルはさらなる高みへ。これならどうだ。その他、素材屋の設置やチャレンジクエストの対象エネミーが分かりやすくなるなど、一部を除いて無料のアップデートもあるぞ。そして異世界からの漂流者の他にも新規キャラクターが配信。私が望むもの、それは永遠の静寂。誇りたまえキリト君、君は最強のプレイヤーだ。俺の名はグラファイトエッジ、ロータスの師匠だって言った方が分かりやすいかもな。千年もの時を超え、加速と仮想の世界はさらに激しく激突する。アクセルワールド VS ソードアートオンライン有料ダウンロードコンテンツ、異世界からの漂流者ペルソナバベル、7月7日配信予定。ディースクリフグラファイトエッジ、7月配信予定。全てがセットになったシーズンパスも発売中。バンダイナムコ